はい、皆さん、こんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。チョボットサイエンスでは皆さんにちょこっとチョボットサイエンスに触れていただいて、科学的思考力を身につけて理系頭になっていこうということを目的に配信しておりますということで、今日ですね、沖縄の方ではですね、梅雨明けが発表されたということでね、まだね、こちらのね、本州はですね、まあ九州南部を除いてまだ梅雨入りはしておりませんけども、早いものでもう梅雨明けしたと。まあね、まあ例年ですね、沖縄は梅雨入り早いですし、梅雨明けも早い、梅雨入りも早いし、梅雨明けもね、まあ、本州に比べれば早いんですけども、もう沖縄ではですね、もう夏本番とまあ言ったところなんですかね。あ、でもね、まあ、降るときは降りますからね、雨ね。まあ台風も多いですからですね、まあ、うん、まあ沖縄も特異的なね、まあ気候をしてるわけなんですけども、まあね、夏本番ですから、もうね、沖縄の方ではもうね、海開きはしておりますけども、やっぱりね、沖縄の海ね、潜ったりとかしてね、まあシュノーケリングとかするとですね、まあ、非常に素晴らしい景色がですね、まあ広がっておりますよね。まあ私はダイビングのね、免許はないんですけども、まあいつかね、こう、ダイビングね、沖縄でしてみたいなというふうに感じてるんですけども、ね、まあ、ダイビングした時にですね、まあ、ダイバーがですね、最も恐れている魚って何って聞くとですね、まあ、必ずと言っていいほど、あのお魚がですね、名前として出てくるんですね。まあ、今日のお話につながるんですが、今日はですね、ダイバーに最も恐れられている魚とはっていうね、お話をね、したいと思います。でね、真っ先にね、まあ、思い浮かぶね、ダイバーが恐れる魚というかね、凶暴な魚として出てくるのが、まあ、サメですよね。で、まあ、ある意味ですね、まあ、サメよりもですね、恐れられている魚がいるんですね。もう、正解はね、サメじゃないんですね。まあ、お魚以外にもですね、まあ、非常に毒のある、クラゲであったりとか、あと、まあ、海生哺乳類とかね、まあ、いろいろいるわけですけども、まあ、恐れられている魚っていう観点で見るとですね、サメよりもですね、ある意味恐れられている魚がいるんですね。どんな魚かというとですね、ゴマモンガラっていうね、お魚なんですね。ゴマモンガラ皆さん知ってますかね？もうドラキュラみたいなね、もう顔つきで、まあ、モンガラカワハギ科に属しているですね、まあ、熱帯地域にね、暖かい海に住むお魚なんですけども、まあ、非常にね、大きくてですね、大きさがね、60センチをね、優に超えるぐらいね、大きくなるんですね。まあ、カワハギとかウマヅラハギとかですね、まあ、特異的な形してますよね。で、まあ、そういった、カワハギとか、モンガラカワハギ、ウマヅラハギみたいなね、形をしているんですけど、まあ、非常にね、まあ、サンゴの海に住んでるので、非常にね、体色がね、カラフルなんですね。まあ、見た目的にはですね、まあ、非常にね、迫力はあるんですけども、まあ、カラーリングがね、綺麗なので、体色のね、まあ、体色が非常に綺麗なので、まあ、綺麗なね、まあ、お魚としてね、まあ、紹介される時もあるんですけども、まあ、非常にね、歯が鋭くてですね、もうね、サンゴとかね、カニとかね、貝とかね、ウニとかをね、バリバリね、もう食べるぐらいね、歯が鋭いんですね。まあ、体色はね、非常に綺麗ですね。綺麗で、黒とかね、まあ、黄色のですね、非常にね、まあ、目立った色をしてるんですけども、歯がめちゃくちゃ鋭いんですね。で、もうバリバリ食べると。で、海の底に住んでいますので、まあ、海の底に住んでいる、まあ、サンゴ礁に住んでいる、まあ、大きな魚ということで、まあ、紹介されますし、まあ、水族館もですね、まあ、サンゴ礁を模した、展示をしたね、まあ、水槽にも泳いでますので、結構ね、まあ、まあ、水族館内では、まあ、あと身近で、まあ、ポピュラーというかですね、まあ、割と知った魚なのかなっていう感じなんですけども、このね、ゴマモンガラ、なぜ恐れられてるかっていうとですね、もう、まあ、常にね、恐れられてるわけじゃないんですよ。ある時期がね、非常に怖い。それはいつか、何かっていうとですね、繁殖期なんですよね。繁殖期になるとですね、縄張りに入ってきたものをですね、執念深く追ってきて、もうどこまでも追ってきてですね、そのね、ウニをも噛み砕く鋭い歯でね、もう噛みつかれるんですね。で、ゴマモンガラ、ダイバー、怪我とかって調べるとですね、もう右足噛まれましたとかね、腕噛まれたとかいうですね、まあそういうね、ショッキングなね、画像とかもね、いっぱい出てくるんですけども、まあ非常にね、まあ大怪我にね、つながるので、まあ非常に恐れられてるんですね。なのでですね、まあ子育て中の
ゴマモンガラをですね、沖縄の海とかモルディブの海とかね、もう意気揚々とね、まあ旅行で今日は潜ろうか、みたいなね、時にですね、もうゴマモンガラ、しかも繁殖期に近づくとですね、非常に危ないんですね。もうね、もうゴマモンガラ、繁殖期のゴマモンガラを見たら、逃げろが、ダイバーの鉄則らしいですね。なので、ある意味、サメよりも、まあ、恐れられている魚なんですね。まあ、鋭い歯を持ってますし、もう、貝とかね、ウニとか噛み砕きますから、ダイビングスーツをね、食い破ることもあるんですよね。で、このね、何もしてなくてもね、人間が何もしてなくても、近づいただけで襲ってくる海の生き物っていうのはですね、非常に珍しいんですよね。まあ、人間体ね、でかいですし、水中の中で見るとですね、非常にね、大きく見えますよね。自分の体よりも数倍でかいものが出たらね、大体のね、魚はね、逃げるんですよ。私もね、まあ、潜っててシュノーケリングしててね、50センチを超えるね、クロダイを見かけた時にね、まあ、非常にね、まあ、こっちとしても、非常に水の中で見るとでかく見えるから、わ、でかと思ったんだけど、そんだけ体がでかいクロダイも、やっぱ人間の姿を見るとね、もう一目散に逃げましたから、やっぱりね、人間の体を見た時に、なんかもう魚とちゃうから、もうめちゃめちゃ怖いですよね、魚とって見ればね。だからね、何もしてなくても襲ってくる、噛みついてくるっていう生き物がね、海の中にいるってこと自体が珍しいんだけど、ほんまに噛みついてくるんですよ。もうどこまでもどこまでも追いかけてきてね、もう噛みついてくるんですね。もうなのでですね、まあもうゴマモンガラを見かけたらね、もうぜひ逃げてください。しかも繁殖期に出会うともう最悪で、もう本当にどこまでも追いかけてきて噛みついてきますから、ぜひですね、まあ今後ね、まあ本州も梅雨入りしますと。で、まあ梅雨明けしたら、もういう夏本番でね、まあ海を泳ごう、海のレジャー楽しもうっていう時にね、もうダイビングした時にゴマモンガラを見かけたらですね、もう逃げましょう。もうせっかくのね、楽しい楽しいね、海のレジャー、観光、もう旅行がですね、もう非常にどんよりしたね、また梅雨入りしたんかっていうぐらいね、自分の中の気分がね、っていうなってしまいますから、ぜひね、ゴマモンガラ見たら皆さん逃げましょうと、まあ、言ったところなんですね。まあそれだけね、まあ繁殖期、縄張りに入り込んで、追いかけてきて噛むっていうことはですね、それだけですね、必死に子育てしている、まあ、証拠でもありますから、やはり自分の子孫を残すということがですね、多くの生き物の、まあ、大きな、まあ、目標というか目的になっておりますからですね、なんでも容易に近づくと、まあ、そうなってしまうと、まあ、いったところなんですね、ということでね、今日はですね、ダイバーが最も恐れている、ダイバーに恐れられているお魚についてご紹介しましたということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様さよなら、バイバイ。